ちなみにこちらの職場編ですね、この本ではこんなコーナーもあってですね、主機能と列島機能からもたらされる特徴っていうのがあって、 ISTJ、ISFJ、ESTP、ESFP は、第一機能、主機能が感覚で、第四機能、列島機能が直感の方々なんですけども、この方々は今起こっていることを的確に認識しやすいっていう特徴があって、普段は、当面の事柄の確信に関して的を射た事実を認識する、今までの経験を問題解決に生かす、今この場で求められていることを察知する、基本を押さえている、現実的な対処方法で問題に当たるっていう特徴があって、この ESTJ、ESFJ、ESTP、ESFP、 この主機能が感覚で列島機能が、直感の方がストレスにさらされた時は、同じことを蒸し返してマンネリに陥る、行き詰まり常識の感覚を失い、その状態から抜け出すための方法を見出せなくなる、将来を否定的に捉える、極度に悲観的になる、なんてことが書かれていて、はい、で、INTJ、INFJ、ENTP、ENFP のグループ、この方々は、主機能が直感機能、で、列島機能が感覚の場合は、あり得ることを明確に認識しやすい、なんてことが書かれていて、新しい可能性を認識する、革新的な問題解決の方法を思いつく、将来やこれからのことに注目することに喜びを見出す、さらに良いアイデアが出てくることに期待する、今までにない問題に強い関心を持って取り組む、なんてことが書かれていて、はい、その、INTJ、INFJ、ENTP、ENFP の主機能が直感機能で列島機能が感覚の場合の方々がストレスにさらされた時は、いろんな考えやアイデアのすべてに興味を惹かれ、圧倒されたり途方に暮れる、特に重要でない些細なことにこだわる、一つの関係のない事実にとらわれて、それだけで全体を説明しようとする、食べ過ぎ飲み過ぎ、テレビの見過ぎ、および運動のしすぎなど、行き過ぎた感覚的探求にふける、なんてことが書かれています。で、 ISTP、 INTP、 ESTJ、 ENTJ の主機能が思考で、列島機能が感情の方々は、論理的に妥当なことを明確に認識しやすいとあって、普段は状況を分析する、事前に問題点を見つける、原則との整合性を守る、法と証拠を重視する、反対意見に対して簡単には譲らない姿勢を示すとあって、この方々がストレスにさらされた時は、理由がなくなってさえも堅くなに自説を誇示しようとする、気持ちの抑えが効かず、突発的に起こったり突然感傷的になったりする、些細な疑念に対して過敏になる、批判を過度に個人的なこととして受け取る、とあります。で、 ISFP、 ENFP、 ESFJ、 ENFJ、 これは主機能が感情機能で、列島機能が思考の場合は、自分や他者が大切にしていることを明確に認識しやすいとあって、普段は人と気持ちを通わせる、相手の立場に立って考える、情状酌量の余地を残す、
大切にすべきことを察する、うん、なるほど、はい、一人一人の貢献を尊重するとあって、この主機能が感情で、うん、劣等機能が思考の場合の方々がストレスにさらされた場合は、他者の言うことを聞かなくなり、うん、他者に好意的でなくなる、人と対立することに過敏になり、そのような状況を見て見ぬふりをしたりあえて避けたりする、で、他者の意見を聞かずに場を仕切り横柄に振る舞う、まあ、なんかここにもやっぱいますね二等兵が、はい、まあどっちかですからね。そうですね、そう、第一機能か、はい、第二機能かの違いですからね、はいはい、どっちも使ってるって話ですもん。わからんです。あ、でここでちょっと、はい、ここで、はい、注意がありますと、はい、あなたが外交の場合、うんうん、外交を志向する場合、うん、左の列に記したっていうのはこの普段やってること、 P の人はこっちに来ますよね。普段やってること、うん、普段やってることを外界で発揮していることが多いと考えられますと、うん、一方内向を志向する場合は、うん、その今普段はって言ったことが内面で発揮されることが多いため、うん、他者には伝わりにくい、うん、ことがありますと、うん、そのため内向の方は、うん、自分が大切にしていることを、うん、いや主機能の働きですね、うん、主機能の部分を他者に伝えていく努力が、うん、その外向の人よりも一層必要だと言われていますと、うんうんうん、なのでこの内向の方々はその、まあ、僕の中でこれ感覚で勝手に思ってるだけなんですけど、うんうん、ごめんなさいね、なんか生きづらいって言ってるのかなって、はい、ツイッターで生きづらいって言ってる人は内向なのかなって、まあ、違う気はしますけどね。あ、この感覚、まあ、一概にそうとは言えないんじゃないかな。あ、そう、もちろんもちろんです、うんうんうん、一概にはって言われるともちろんそうです。もまあその、うん、と内向の人をイコールイコールで、あ、そこはね、僕はそこ注意すべきですね。そこはとこうマジョリティでもないんじゃないかなっていう。あ、なるほど、そこはね、うん、あ、僕は間違いますね感覚がちょっと狂ってますね注意注意、うん、よくない、うん、燃えていいです燃えてくれるんですかねこれね、うん、で、あとこの右側にって書いてあるのは、要はストレスにさらされた時として読んだ事項は、うんうんうん、体調が悪い時や疲労困憊の状態の時にこの劣等機能が現れた時の特徴ですと、うん、なのでその、うん、もしか、うん、この自分が嫌なやつだなっていう時あるじゃないですか、うんうんうん、とかもう明らかにこの僕の場合だと、うん、その人に対して、うん、すげえ横柄、うん、もういいんじゃないですかって言ったりとか、うんうん、っていう時は、うん、考え方を改める必要があるし、うんうん、疲れてますねっていうことかもしれない。まあそうかもしれない。家帰って早く寝ろって、うんうんうん、いうことが考えられますと、うん、タコタコさん、劣等機能って意識して強化できるものなんですかね。できるんじゃないですか。もう絶対鍛えられないってことはないと思います、ね、使ってないって話ですからね、うんうん、で使ってないから苦手っていうのはあると思うんですよ、はい、それは秋元康も3000曲ですよ。そうそう、三浦純も7年かかったって言いますからね。から使えばだんだんこう使えるようにはなってくるんじゃないかなっていう、はい、っていうこの、うん、要はこの僕はこの人生を面白くなる好きになる力で、うん、山田五郎さんはしきりに言うんですよ、はい、嫌いだって好きになれるんだよ、うんうんうん、ずっとやればねって、うん、で三浦純さんも言うんですよ、うんうん、そこがいいんじゃないって、うん、これも完全な逆張りなんですね、うんうんうん、それは三浦純さんが幼い頃に、うんうん、その自分が、まあ、三浦純さん言ってます、モテるためにやったと、うんうん、あの、いや尖るためですよね、逆張り、そう、自分がどこで尖るか、うんうん、っていう時に、うん、スポーツできる人がいて、勉強できる人がいて、うん、話が面白いやつがいて、うん、っていう中で自分がどこで尖るかっていう時に、うん、好き嫌いをなくした、うん、だって好き嫌いって普通の人がやることだもん、うんうん、といった今があそこなんですよね、うん、もう尖った、誰もが知って、うん、著名人がみんな三浦さんには助けられましたって、う
あの貴重な本の数ページを押さえて書くんですよ、うん、これはね、うん、あのもしか皆さんもこの使ってないもの、うん、劣等だと感じているものがあるんだとしたら、うん、なんて言うんだろう、もうこのタイプだからしょうがない、うん、ってやるんじゃなくて、うんうん、いやいや違う違うと、うん、これ握ってるだけですからと、うん、もうエニアグラムも囚われてる動画エニアグラムの動画をやった時からずっと言ってますね、うん、僕はずっと持ったままなんですけどずっと握りしめてる、ずっと持ったままなんですけど、うん、手放しましょうですね、うんうん、なんていうのを思ったところでございます、うん。